映画鬼太郎、糸目キャラ、CV 石田明登場でファン発狂、カオスな感想で X が埋め尽くされる。こちらを解説していきます。皆さん、11月17日公開のアニメーション映画鬼太郎誕生ゲゲゲの謎をご存知でしょうか。水木しげるさんの漫画ゲゲゲの鬼太郎を原作としたテレビシリーズ第6期の劇場版で、キャッチコピーは初めて明かされる鬼太郎の父たちの物語となっており、鬼太郎の父、昔の目玉親父が登場し活躍するということで話題になってました。簡単にあらすじを紹介すると、70年前日本の政財界を裏で牛耳る龍が一族によって支配されていた名倉村では、一族当主が亡くなったことで醜い跡継ぎ争いが勃発。やがて一族の人間が神社で惨殺される。そんな中、出世を目的に一族に近づく血液銀行勤務の水木、そして妻を探しに村へやってきた鬼太郎の父、呪われた村で二人は出会うと、まあざっとこんな感じなんですが、こちらの作品なかなかに残酷なシーンが満載でね、どうやら日暮らしの泣く頃にっぽい描写があったりと、子供向けという感じではなさそうです。予告映像ですでに怖い。さて、11月19日の朝、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎を見た人たちがこぞって感想をポストされた結果、ほぼ1日中あるキーワードがトレンド入りしました。それがこちら、糸目の石田明。僕もゲゲゲの謎に興味があったので X のタイムラインを追っかけていたんですけど、映画を見た感想がほとんどこの糸目の石田明で埋め尽くされていて、完全にカオス状態でした。糸目の石田明って何ぞってなるわけですが、この映画、声優石田明さんが演じる長田源氏というキャラクターが登場します。名倉村の村長で村民からの信頼も厚いこの男性、ご覧の通り糸目で挑発。糸目とは何かを簡単に説明するとこんな目です。石田さん、これまで数々の糸目キャラを演じてこられ、おまけに裏切る率も高いらしい。石田さんの糸目キャラで例を挙げると、スレイヤーズシリーズのゼロス、妖怪アパートの優雅な日常、一色黎明、ドクターストーン、氷河、エヴァンゲリオンで目を閉じた瞬間を切り取った渚香織となってます。ちなみに石田さんご自身も昔挑発だった頃があります。並べてみるとちょっと似ているかもしれません。ゲゲゲの謎で石田明さん演じる長田源氏について、ネットでは石田明に欲しいものが全て詰まっていたとか、糸目の石田明のキャラが好きな方は見に行けなんて声が、まあ、もちろん作品自体も面白いのですが、石田明さん演じる糸目キャラが好きなら絶対に見に行くべきという感想が多数でね。他にも糸目の石田明と聞くといつも裏切るよねだとか、糸目の石田明で裏切らないの妖アパの一色黎明ぐらいしか知らんなど、もしかすると長田源氏も裏切るのではないかと疑ってしまう声もあって、まあこの点は劇場に足を運んで確かめていただきたいです。中にはね、ゲゲゲの謎に出てくる糸目の石田明は糸目の石田明だなって感じで、ああ糸目の石田明だって思ったというように、ちょっと心配になるようなコメントもありましたが、それくらい石田さん演じる糸目キャラは長年のファンから愛されているということでしょう。こちらの作品、ネット上では糸目の石田明が話題になってますが、作品全体そして声優さんたちの演技も素晴らしいと話題なので、ぜひ見に行ってみてください。ということで、映画鬼太郎誕生ゲゲゲの謎に声優石田明さん演じる糸目キャラが登場した結果、感想が糸目の石田明で埋め尽くされるについてでした。以上です。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。次の動画でお会いしましょう。